こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は稼ぐ心構えということでですね、なぜいまいち稼げないのか、あるいは稼げてる人と稼げない人の違いは何なのか、それをですね、ちょっとダイエットを例に説明したいと思います。一番楽なダイエットと検索したら、Yahoo 知恵袋でね、いろいろ答えが出てきました。結論から言うと、適度な運動、腹7分目の食事と、ね、面白くも何ともない答えが、そらそうだろうなってことなんですけど、ところがね、この当たり前の、だってお腹いっぱい食べたいじゃんとか、運動するのたるいじゃんとかいうことでですね、大抵の人は、いろんな流行りものダイエット、リンゴだの、ゆで卵だのね、キャベツ、こんにゃく、ビリーズブートキャンプはね、楽じゃないですけど、納豆レコーディング、バナナとか、いろいろね、どうやったら楽に、大したことやらずに寝てても痩せるかなとかいう方向に走ってしまいます。当然のことながら痩せないと。一方、痩せるのに何が必要かというと、何をやれば痩せるのかどうかっていうことはですね、当然楽な方法も大変な方法もあります。で、それぞれその人にとっては楽だったり大変だったりするんですけど、それより何より、痩せたい動機、本当に痩せたいのかと。痩せたらいいけど痩せなくてもいいやという人がやるダイエットは大抵失敗するし、ほとんどの人は痩せたいけど大変なのは嫌だっていうので、ダイエットが成功しないということですね。例えば、彼氏とプールに行くとか、ね、意中の太ってる子は嫌いだ、太ってる男の人嫌いだという、女の子とプールに行くとかいう予定ができれば、これはおのずとダイエットにも熱が入ると。太ってる人が嫌いっていう人のことを好きになれば、ダイエットは、すごい動機づきになるとですね。あるいは、女性だったら、ああいう服が着てみたいと。今の体型じゃ無理だなというので、ダイエットをやる動機になると。だからダイエットはどちらかというと、何をやるかというより動機が大切なんですね。今現状太っているのにね。で、痩せる方法が発見して中肉中背になりたいと。だったら、いろいろ自分に合う方法を、ね、試して。で、大抵の場合は、痩せる方法でも大変だったら続かないですね。ビリーズブートキャンプとか、あるいはビリーズブートキャンプに輪をかけて、さらにその期間、魚と水と野菜しか取らないでね、ブートキャンプをしちゃうみたいなね、ダイエットもありますけど、普通の精神力じゃ持ちこたえられないと思います。そこで、痩せるためには、無理ない方法で本当に痩せたと、ね、リバウンドしないような方法で本当に痩せたと。で、そのためには、動機ですね、本当に痩せる必要があると。動機があって、無理ない方法で痩せたと。無理ない方法で痩せたら、その無理ない方法で痩せた体型を維持するのか、もっとね、すごいとこを目指してしまうのかと、ね、いう形で、痩せていくという形になります。で、じゃあ稼いでる人はどうやってるか。ね、ダイエットで言うと、そんな形なんですけど、稼いでる人はどうやってるかというと、稼いでる人は、現状今ね、自分は、これができるとあれができるとか、ダイエットで言うと現状太ってるということを認識するわけですね。で、稼ぐためには、何が良さそうか。ね、最近だとそれを Amazon 輸出を選んでいただいてるんですけど、やってみて、稼げたと。なるほど、確かにお金増えたねというのを確認していただく。ダイエットで言ったら、体重がね、500g でも 1g、1kg でもいいんで、なるほど、痩せると実感していただくと。そしたら、あとは自分の理想のタコまで、中肉中背を維持するのか、ね、すごい引き締まった体になっちゃうのか、そこまでいくという形の、目的があって、正しいやるべきことが分かって、で、無料のない目的に行くという形で、進んでます。ところが、挫折する方、うまくいかない方は、まず現状、ね、太ってるのに現状をまず把握してない場合が多いですね。何ができてる、できてないが分かってなかったりする。太ってるけど自分は普通かなと思っちゃってるとかね。で、大変なことは何もしたくないのに、いきなり、すごいとこまで行こうとしちゃうと。ね、森三中なのに何もせずにブルース・リーになりたいですって言っても、それは無理なんでですね、当然うまくいくわけがないです。
まずは自分がね、森三中だということが分かって、標準に一歩でも近づくと。で、この正しい現状認識と正しい手段、正しい目標ですね。現状認識と正しい方法と正しい目標設定。この3つができれば、ダイエットは成功します。で、ダイエットに例えてますけど、稼ぐのも成功すると。で、現状どうだろうか分かんなくて、スタートするとスタート地点が分からないんで、正しい手段も分かりませんし、正しい目標も設定できない。この場合は、痩せないし、稼げないということになります。どうしてもね、このうまくいかない方の特徴としては、その現状認識と手段とね、目標という3点セットで達成されるんですけど、そうじゃなくてね、リンゴかゆで卵かとか、こんにゃくなのか、バナナなのかとか、ここばっかり気にしちゃってですね、現状と何のためにやるのか、目標、それがもう点でバラバラになっている場合はうまくいかないと。まあ、これがうまくいかない方法。で、うまくいく方法は、現状認識と無理のない目標がちゃんとしていれば、おのずと、手段は正しいものを選ぶのでうまくいくという違いになっています。まあ、なんとなくね、みんなどうしてますかっていう質問してて、基幹としてることは、おそらくその現状認識とか目標じゃなくて、ここだけを気にしてるんじゃないのかなという気がしましたので、今回は稼げる人の特徴、稼げない人の特徴をダイエットで例えてみました。まあ、ダイエット全然興味ないからね、ピンとこなかったという方は、逆に、何のことならある程度興味があったり調べたことがあるのか言っていただければ、それに例えることができれば、例えさせていただきますし、動画じゃなくてね、スカイプなんかの方がやっぱやりやすいんで、そのスカイプの相談なんかの方もして、正しい現状認識と目標設定をしたいと思います。以上、天満アカデミー堀秀夫でした。